こんにちは。伝統工芸士の小岩龍馬です。長野県上田市の伝統織物上田紬の作り手をします。今日はですね、一人着物座談会と題しまして、テーマを設けてあれこれとお話してみたいと思います。で、今日のテーマはですね、まもなく大阪で開催される展示会についてちょっとお話しさせていただきたいと思います。大阪のね、阪急梅田本店さんのね、9階の祭事場で開催される、伝統工芸展があるんですけども、まあ、そこにね、信州紬のね、代表として参加させていただくことになりまして、はい、それが、8月の24日から、29日かの6日間ですね、出ることになりました。で、それについてはちょっと前の動画で発表させていただいたんですけれども、まあ、その続編といいますかね、まあ、近づいてきましたんで、まあ、その詳細もね、ちょっといろいろとね、お話してみたいと思います。まずね、あの伝統工芸展ですから、まあ、いろんなね、全国の伝統工芸がね、祭事場にね、集まるわけですよ。で、着物関係、染色関係もね、結構出てます。まあ、それは詳しくはね、あの阪急梅田本店さんのホームページ、ウェブサイトに載ってると思うんですけれども、まあ染色関係ね、で言いますと、村山大島紬、東京友禅、久留米絣などありますね。で、まあ、それ以外にいろんなね、あの伝統工芸品が出てますんで、まあ、ざっとね、30以上の伝統工芸品がね、出展してますんで、とてもね、見応えのある、祭事だと思います。でね、伝統工芸資料マンをね、関西にものすごく久しぶりに行きますんで、本当にもう展示会で関西に行くのって本当にもう10年以上ぶりなのでね、まあ、この機会にね、ぜひ皆さんお越しいただければというふうに思います。で、うちのブース、まあ、信州紬のブースでは、まあ、小岩紬工房がね、代表させて出させていただくので、うちのね、上田紬をね、着物や帯、そして小物をね、たくさん、展示販売させていただく予定です。で、あとね、体験もね、織の体験もやりますんで、で、体験はあの、まあ、他の産地の方もね、やられるんですけれども、体験ブースっていうところでね、やる方もいらっしゃるんですよ。あの、そういう場合は、あの事前に阪急梅田本店さんのね、あのサイトから体験をね、申し込まなきゃいけないようなんですけれども、うちの場合はうちのブースでね、やらさせていただくので、体験のね、受け予約とかそういうのは、あの個別にね、やらさせて、いただけるということでね、だからうちがね、まあ、直でね、お客様とやり取りさせていただくことになりました。あの体験のね、時間としましては、阪急梅田本店さんが10時から8時までなんですけれども、体験の時間は、11時から始まって、で7時までが最終受付とさせていただこうと思ってます。でね、今のところの予定なんですけれども、時刻ごとって言いますかね、まあ、スタートが11時で、1時間に1人をあのご対応させていただこうかなと思ってます。ですから、まあ11時から12時で1人で、12時から1人で、1時から1人って形でね、で、まあ、途中もしかしたら休憩いただくかもしれませんので、まあ、それはあの当日ね、11時12時、まあ、1時とかね、そういうのでフォーム作ってきますんで、まあ、そこにあのご予約いただいてご対応させていただこうかなというふうに思ってます。で、体験料は3000円という形でやらさせていただきます。まあ、そういう形のね、体験です。そうですね、まあ、そんな感じですね、阪急梅田本店さんのね、展示会の、まあ、概要といいますかね、内容といいますか。でね、まあ、せっかくね、関西に行くんだから、まあ、いろんな方にお会いしたいと思いまして、で、まあ、ちょっといろいろスケジュールを組みまして、で、考えてやってるところなんですけれども、まあ、その、お一人に同じ、着物系 YouTuber で西陣織のね、伝統工芸士のポンコスラジオさんにね、僕があの動画内でやってる企画、着物ドラマ着物警察に、出演していただくっていうね、まあ、その約束をね、果たしていただこうということでね、あの撮影に京都に行きます。で、それはあの展示会終了後ですね、うん、に行く予定です。で、先日西陣織のね、佐々木さんから脚本が届きまして、とてもね、面白い内容の脚本になっていまして、今から撮影するのが楽しみです。ただね、今回ね、同じね、着物系 YouTuber である栗山工房のね、西田さんもね、できればね、着物ドラマ着物警察にね、出ていただきたかったんですよね。で、西田さんも以前そのお着物警察って言ってね、オマージュでね、ドラマを作ってくださったんでね。で、その中でサムエフケっていうね、まあ、サムエ刑事、僕がやってるサムエ刑事の、まあ、オマージュ的な感じでね、やってくださって、で、そのサムエフケがとてもね、あのとても強烈なキャラクターで、そのちょっとそのサムエフケとね、あの共演してみたかったんですけど、ちょっとスケジュールが合わなくて、西田さんもお忙しいから、いろんなあの展示会にね、行かれてるんで、その僕があの展示会、まあ、終わって京都に行く28日の日曜日かにはちょっともう
京都にいらっしゃらないってことで、あ、残念だなと思ってたんですけれども、で西田さんからねちょっと連絡ありまして、もうちょっと前、あの展示会前だったら空いてますよって形でねご連絡あったんで、あ、じゃあ搬入の日の、まあ搬入行く前にちょっと時間あるんで、その時間どうですかってご提案したら、あ、その時間だったら空いてますっていう形でね、あのスケジュール取れまして、でね急遽ね西田さんにもね着物ドラマ着物警察に出演していただくことに決定いたしました。おすごい、どうなっちゃうんでしょう。いやー、これ楽しみですね本当に。で僕ちょっとね、だから搬入の日に京都に行って、でその後に大阪に行って搬入して、まあそれで展示会やって終わったら、また今度また大阪から京都に行って、でまた撮影するっていうね、かなりの強行軍、しかも1週間に京都2回行っちゃうっていうね、もう修学旅行生もびっくりみたいな、そんな感じでね京都満喫っていう感じですね。京都大阪満喫ツアーでも観光は全然できない感じでね、まあいやー楽しみですね。で一応搬入の時に、まあ、西田さんと撮影させていただく予定なんですけれども、その時はおそらく栗山工房さんでね、どこかで、まあ、近場栗山工房さんの中か、まあ、その周辺かな、わかんないですけど、で撮影させていただく感じになるのかなっていうふうに思ってます。でその後ですね、今度はあのポンコツラジオのお二人と撮影させていただく時は、またそのポンコツラジオのどっちか、佐々木さんか小倉さんかなのどっちかの工房かなで撮影させていただくことになるのかなっていう感じかなっていうふうに思ってますけど、ちょっとまだそこはまだ確認取れてないんであれなんですけれども、まあいずれにしても京都ロケっていうことは間違いないですから。いや京都はね本当にね文化財のねあの街ですからね、至る所にね文化財がありますから、国宝級のね、だからね逆に撮影して大丈夫なのかなっていうところもね、カメラに入って大丈夫なのかなっていうところもあったりするのかもしれないな、なんてちょっとドキドキしてますけど、まあまあそこはちょっと確認しながら楽しみたいと思います。はい、ということで今日の一人着物座談会は、まもなく近づいている大阪の阪急梅田本店さんの展示会についてあれこれとお話してみました。ぜひ、ご都合のよろしい方は24日から29日の会期で開催される阪急梅田本店さんのね展示会にお越しいただければというふうに思います。伝統工芸賞も会場で皆さんのお越しをお待ちしております。以上、伝統工芸師の小岩龍馬でした。ご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは染色の工程、着物の豆知識、着物業界の裏側など作り手目線で着物に関するお役立ち情報を発信しています。よろしければチャンネル登録お願いします。